それでは授業を始める。それじゃあ今回はフライパン上の極座標形におけるステーキの熱可塑性面積分という問題をやっていくことにする。ここまでで何か質問は？はい、源太君。先生、そんなことよりうな重食おうぜ。どこに立ってろ。この問題はましてや東京大学では受験後の晩飯などによく出るから絶対に気を抜かないように。ここまでで質問は？はい、ゴロリ。作りたくないようだ。授業を再開する。まず XY 平面を軽く水洗いして Z 大なり0側の XY 平面上にステーキを図示していく。この時まな板に原点をちょぼっとつけておかないと。原点だからな。何それ。はい、それじゃあ次に白と赤の部分集合をまるで文系理系のクラス分け化の要領で大胆に切り離していく。たまに仲いい友達と離れたくないとダダをこねる生徒もいるが、そんなものは無慈悲に引き裂いていけ。彼氏彼女とかいるやつもだ。そんなことを気にしていては受験戦争など到底勝ち抜けない。なあ光彦、分かったら廊下に立ってろ。はい、いいかな。それじゃあ次に肉の表面上に格子状の補助線を引いていく。それは時に平行であったり時には垂直に、これまたある時はねじれの位置だったり。それはまるで男女の恋愛をイメージして引いていけ。恋愛というのはお互いに素直な関係でいる状態がベストである。これが本当の互いに沿ってやつだ。先生、廊下に立ってろ。はい、では次に今回の山場となる玉ねぎを微分していく。これができるようになるといろいろな問題に対応できる応用力が身につく。必ずマスターするように。先生、代わりに長澤君を微分してもいいんですか？受験会場に持ち込み可能ならば大丈夫だ。藤木君引き受け。立ってろ。はい、それじゃあ続き、玉ねぎの処理だがデルタ X を体感5ピコメートルくらいの薄さで微分を施せ。この時しかし玉ねぎは施されたら施し返す倍返しの精神を持っているから注意するように。はい、いいかな。じゃあニンニクも同様に確からしく微分していこう。はい、それじゃあ次ネクストステップ。別の極座表形の鉄平面を用意して、これを温度約2000ケルビンまでモル沸点上昇していく。無理ね。何？一般的なガスコンロの強火が1秒あたり4211ジュールの熱量を供給する。一方でフライパンに使用されている鉄の比熱は 0.46 ジュールパーグラム度。フライパンの半径を 10cm とすると、フライパンの面積は 3.14×10 の2乗で314平方センチメートル。廊下に立ってろー。さてさて、では鉄板温度が平行状態に達したところで、まずはニンニクと玉ねぎの微分を代入する。この時まだ肉はまな板の平面上でおうち時間を楽しませておく。で3分くらい経って玉ねぎニンニクが肉という忘れ物に気づいたところで肉を代入。旅人さん方式で解を求めることができるというわけだ。わかったか、マスオ。これがブリティッシュスタイルだ。つまり可愛い子には旅人さんをさせろってことかい？はい。ここからまだ塩とか胡椒とかいろいろな工程があるのだが、計算が大変煩雑になるため今日はここまでとする。はい、それでは QED 以上で授業を終わります。ご視聴ありがとうございました。あ、そうだ、マスを洗い物しておけ。